こんにちは。まあ暴力団の人がなんで稼いでるかってことの一端をちょっとお話しできるかなと思います。まあ社会の裏ってほどもないんですけども、まあ私もね麻雀店を経営してまして、そのあたりからね、伺い知ることができた現実がいくつかあります。というのが一つはですね、私の麻雀店にもみかじめ料っていうのが来たわけですよ。これをね、私の場合は毎月5万円払っていました。私は広島市の中区本通りで店をやってましたので、おそらく山口組の方が来たんじゃないかなと思いますけども、その辺私は詮索しませんでした。わかりません、はっきりとしたことは。ただまあね、それ関係の人が代理の人を通じて私のお店に毎月取りに来ましたね。そこで5万円を封筒に入れたのをスッと従業員に目立たないようにお渡しするっていうことが続いておりました。このみかじめ料は私が麻雀店を辞めるその直前までずっと9年間払ってましたんで、結構な金額ですね。5万円をかけると1年で60万でしょ。で、それがおよそ10年ですから600万みかじめ料を払ってきたということになります。ですんでこれがね、暴力団の資金源になっているんではないかなと思いますんで、当時の、まあね、ことで言えば私はその暴力団に資金供与をしていた、利益供与をしていたということで、実はですね、もしかしたら私の方も捜査を受けたりとか逮捕されたりとか罰則があったのかもしれませんね。でも今だんだんね、そういったみかじめ料っていうのも断りやすくなるのと、断ってるところが多いんで収入が減ってきたっていうのがまあ言えるとこかなと思います。ただしですね、今度ねやり方が随分変わってきたんですよ。いわゆる暴力団っていう人は暴力を使ってるから暴力団っていう時代が終わって、今はねほとんど暴力使わないんですよ。で、使うとしたらね、ボーンと殴ったりなんとかじゃなくって、踊れやすどれやっていうふうな大きな声を出して部下に喝を入れるってところでは、暴力団の組織っていうのは暴力は使ってないけども、お前命令に従えみたいな感じでね、ノルマは確実に達成させるっていうふうな、上司部下との関係、兄貴子分との関係って感じなんじゃないかなと思います。でもこれって仕事で言ったら当然ですよね。仕事っていうのはいろんな上下関係がありますけども、上からの命令を完全に守るような部下ばっかりだったら会社の経営ってうまくいくわけですよ。それがですね、どんどん壊れてきてなーなーになってるんですよね。というのが、売上を出さないような、仕事をまともにできないような部下が早く帰ろうとして、その部下の仕事を埋めるために上司がなんか知んないけど一番奴隷みたいな感じで泊まり込みで働いてね、挙句の手には部長が帰らないから僕たちも帰れませんみたいな、帰る帰らない論争をしてるわけですよ。冗談じゃないと。稼ぐ稼げない論争をしないといけないのに、時間が来たから帰ります、時間が来たのに辞めてない上司がいるから帰れませんみたいなね、お子様ですかって話なんですよね。え、吉谷さんね、ふざけるなと思いますよね。それこそ売上立てれるんだったら別に出勤する必要はないんだってことですよね。私も麻雀店をやっていて、従業員にね話したことがあります。もしお客さんを呼べるんだったら出勤しなくていいよってことなんですよ。つまり自分が出勤してそこで仕事をするとかね、まあうちは麻雀店なんで作業自体はないんですけども、お客さんと麻雀をする機会がたまにあるんですよ、でもその時に疑問を持ってよってことなんですよ。自分が麻雀を実際にやらないといけないっていう環境は何でなのかって言ったら、自分の席に誰かはねお客さんを呼んでポンと座らせればいい話なんでしょ。そしたら従業員は今度ね手が空くんですよ、暇になるんですよ。お客さん同士で麻雀をやってれば従業員は何人いても暇なんですよ。それこそ一人いれば十分っていう状態になるんですよね。じゃあ自分が集客力があれば出勤しなくても、例えば集客をして、じゃあお店の方にオープン日行ってくださいねって言ったら終わりなんですよ。仕事は出勤する必要ないんですよ。それができないから自ら出勤して自ら麻雀を打つっていう風なね、肉体労働になっちゃうわけだし、その仕事と遊びみたいなね、麻雀をするのが仕事っていうのは遊びのようなもんですから、いつまでたってもそこにマインドセットっていうのが変化が起きないってことなのかなと思います。でちょっとね、暴力団関係の話また戻しますけども、今度暴力団っていうのは、暴力団って言い方もね古いんですけどもね、まあそのね、なんとか組っていうのがあると思いますよ。そういうグループがね、そういったグループがあったとして、じゃあどんなね収益体系を取ってるかっていうと、至って真面目なんですよ今度は、例えばその関係の人がね、誰かがじゃあ俺が店やりますって言うからね、自分の売上部門として店をやるんですよ。じゃあその店が例えばキャバクラですとかね、飲み屋ですみたいな、初期投資がまあそこそこ安くって、それで利益の高いものをやるとするじゃないか。で普通にアルバイト情報して人を集めてきてね、従業員の男性、そしてキャストさんとして、接待する女の子みたいな感じで従業員をまとめて、で
その従業員の教育もするんですけども、その時に入れ墨をちらつかしてね、脅したらね、みんな怖くて逃げちゃうんで、ちゃんと真面目に一流企業の社員のように教育するんですよ。で、至って真面目なんですよね。でも傍から見たら指定暴力団なんですよ。でも暴力なんて何年も使ったことない人たちに対して暴力団だって指さす、これどっちが暴力だってね、それこそ名誉毀損じゃないですか。真面目に仕事をして、暴力団関係の方がね、トイレの掃除をして、酒の仕入れをして、アクセクね、言ってみればアクセス働いてるわけですよ。でやっと今日の売り上げが立ったねと。で部下たちは、すいませんと、店長が帰らないから僕たち帰れませんって言わないですよ、やっぱり先頭切って働くから、あ、じゃあ自分たちも働かないのねみたいな感じなんですよ。である時聞くんですよ、え、なんかあの人って暴力団の関係の人なのみたいな。いや、もろ組員だよって。え、全然わからない、すごいいい人じゃんみたいなね。こんな時代になってるわけですよ。だからどっちかっていうと敵の人の方が乱暴しますね。部長が帰らないから僕たち帰れませんって、どんなパワハラだっていうね。部下から上司にパワハラですよ、これは。でもそういった、まあ、暴力団関係というね、あえてまた言いますけども、なんとか組の方が経営してる店っていうのは、一番トップのね、それこそあの人暴力団関係の人みたいな人が一番働くんで、自分たちもやんないとみたいな感じで、成績が上がって売り上げが上がって、その売り上げを上納金に行くみたいな感じで9兆円が作られているんですよ。あと私の関わった中でね、あの土地の取引に暴力団関係の方、ポンポコ組かなんかの方が関わることもありました。どういう形かっていうと、その持ち主の分かんないような土地とか、ものすごくね、あの面倒くさい人が関わってる土地ってあるんですよ。それこそ土地って一枚に見えても所有権者がバラバラになる例があるんですよね。じゃあそういったところをね、一流企業が買おうかなと思ったら、なかなか手がつけられないんで、じゃあ交渉してくれて、きれいにまとまって、土地の所有者が全員一致して売っても OK ですよっていうふうな書面を買いたいっていうふうに大手企業っていうのは出してくるんですよ、私たちみたいな中小企業にね。でその中小企業の中で、そういったトラブルとかが解決するのが得意な人が、同じ穴のムジナじゃないですけどね、いわゆるなんとか組っていう方なんですよ。なんとか組の方ってのは、とにかく情報網っていうのがあったりとかね、人とのつながりっていうのがものすごく地域に根付いてますから、じゃあそういったところがその仕事を落札したとするじゃないですか。仕事がものすごいスムーズなんですよ。一時期はね、なんか暴力で落として、もう犯行制とか言ってからね、土地の所有権放棄の犯行を犯したりしましたけども、今はそんな時代じゃなくって、ちゃんとこれだけの対価をあなたに渡しますからねとかね、こういうふうなことを代わりにしますからねみたいな、やっぱり見返りを与えるんですよね。やっぱ見返りを与えるのが上手なんですよ、ああいうところって。交渉力もありますしね。でそういうふうなことをやると、一流企業でも手を出さない、私たち中小企業でも手を焼くような土地が、ちゃんときれいな一枚の所有権者が、善意の第三者の株式会社 A 様ですみたいなものになって、はいって上納されるわけなんですよね。そうすると、その取引額っていうのは、すごく高くなってきて、それがまた9兆円の一部になっているって感じで、ここで稼いでるんですよね。それが現実です。まだまだお話することあるんですけども、今回はこのぐらいにしておきましょう。いってらっしゃい。